いや、回転寿司のね、例の件どうでしたか ?160 億円ぐらいまでの瞬間的な株価の下がりになりました。多くの株主さんがとんでもなく冷や汗をかいたと思います。ただやっぱりね、翌日にはほぼこう回復していたと思いますけども、間違いなく言えるのは、 やっぱこういう行為って株価にものすごく影響するんですよね。で、早速心配されてるのが、今度ね、株の空売りを仕掛けた人が、意図的にこういう事件を起こすことがこれから考えられるし、今までもなかったわけじゃないと思うんですよ。さあ、それでですね、今回、この騒動で、もしかしたら黒幕がいてね、こういった当事者、今ね、こう、 高校生の男の子がこんなことやったっていう風に言われてますけども、彼をなんかね、5万円とか10万円で、おい、ちょっとやってこいよみたいな感じで、そそのかすなり脅すなりなんかして、巨大な利益を上げた人間がいるんではないかなってことも簡単に想像できるわけですよね。つまり、組織的犯行だったこともあります。表面で見えてるのはこのニュースです。回転寿司、スシローでの迷惑動画。 当事者本人と保護者が謝罪に訪れる、スシロー側、提出の被害届取り下げず、厳正に対処の方針。いや、私はね、こういったことをやる人間をどっかで徹底的に追い込んでおかないと、次から次へと出て、私たちもちょっとね、外食を信頼できなくなりますよね。これ、本当にね、しょうもない話なんですけども、経営してる店の落ち度は全くないわけですよ。むしろ、 そんなどうしようもない人間は世の中にいないだろう。日本にはいないだろう。この来店にはないだろうっていうのうな性善説でいろんなスタイル、ね、あの、セルフサービスってのを設けられてるわけじゃないですか。例えて言うと、スーパーの試食に人がついてるのと人がついてないパターンありますけども、一人で食い上げる奴はいないだろうとかね、試食になんかいたずらする奴はいないだろうっていう、そういう風な来店される方との信頼関係で成り立ってるわけなんですけども、ただもうね、客が信頼できない。 特にね、質の悪い人が、価格が安いからっていうんで、こうやって寿司とか食いに来るわけですよ。私はね、本当に失礼ながら思いますけども、安い価格には安いモラルがついてもあるっていう風に思ってるんですよ。だからといって、安いものを馬鹿にするわけじゃないんですよ。そして同時に、安いけれども、それでもね、あの、こういった馬鹿なことをする人がいなくなることを望んでます。ただ、後を絶たないわけですよ。これがね、一食、一万とか二万の、 料亭とか格宝にこんな人来ますかっつったら多分来ないんですよね。でも一皿百円とか二百円だからこそ千円握りしめてくるような人の中にそういう人も出てくるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりね寿司ですからね。お寿司様に敬意を払って、そして作る人の手間とか経営してるそのリスクを考えればできないと思いますし、そんなこと考えなくたって人が食べそうなものにねそんなことしちゃダメだろうっていう,ふうに思うはずなんですよ。つまりは。 やっぱり保護者の責任大きいと思います。こんなことをね、うん、なんか寿司屋に行って誰かに教わらないとわからないっていうものでもないと思うんですよ。3歳、5歳の子供だってこんなことね、せずに育つわけですから、もう意図的にね、自分の面白さだけでやってるとしか思えないですから、こういったものは徹底的に追い込んでもらいたいと思います。いや、本当に、ね、私がね、店の経営者だったらね、と考えるとね、ちょっと不吉なことになりますよ。 いや、実際にこれ長期的に見ると、こういった外食チェーンのあり方そのものをね、揺るがすことにもなりますし、これによって退職する人とか、株価の影響を受けてね、損失を出した人っていると思うんですよ。うん、だからその人への直接弁済ってもう不可能じゃないですか。うん、だからそういうことを考えると、かなり影響が重いのと、こうなるとね、全く業種は違っても、例えばパン屋さんに行って、トングでパンを掴むじゃないですか。 もしかしたらここにもそういう人が出てくるかもしれないなっていうふうな人々の不安という概念が新たに付け加えられるわけですよね。いや、そうなると、もう商売なんてバカバカしくてやってられないですよ。うん。それでもやっぱりね、いろんな対策を講じてやらざるを得ないときに、手間がかかったり、コストがかかったりして、結局消費者に提供する価格に跳ね返ってくるわけでしょ電気代とかガス代が今高騰してる中で、税金がね、どんどん上がっていくと言われてる中で、 こんなことするなよと思いますけどもね。皆さんどういうふうにお感じですか私はもう徹底的にね、この被害をもたらしたと言われる少年だろうが何だろうが厳罰に処すべきだと思います。それこそね、私終身刑でも足りないぐらいの刑だと思いますよ。どれだけの数万数十万人の人がね、たった一人のバカな行為によって迷惑をこむって外食に対して悪いイメージを持ったかってことを考えると、それが例えばね、 たった一日だけでも、あ、スシローなんて行くもんかって思っただけでも、とんでもない被害じゃないですか。やっぱ苦労されているところもね、やっぱおもんばからないといけないし、なんかね、こう真面目にやってる人が報われないといけないですよ。何迷惑系なんとか。だかあんなんがね、うん、取り上げられるような世の中もう終わりですよ。うん。なんかその、ポルポト派がね、いつまで経っても、引き合いに出されるようなぐらい、怖いことだと思いますよ。 まあでもね、悪いことした人を忘れないっていうのは必要かもしれませんけどね。あーなんせ一言言うとムカつきます。ス <laughs> シロー、でもスシロー今だからこそ行った方がいいのかなって気がしますね。ちょっと明日行こうかな。はい。明日行くでしたら、あの、きっちりと丁寧に食べるところ動画で撮っておきたいと思います。それでは。